今日はいきなりステーキが経営危機に陥る前にどこに注目すればよかったのか皆さんと確認していきたいと思います。パカラッパカラ、皆さんこんにちは。うまちゃんこと経済アナリスト馬渕真理子です。この番組では金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えしていきます。今日はステーキ専門店いきなりステーキが経営危機に陥る前にどこに注目すればよかったのか皆さんと確認していきたいと思います。実は決算書のある部分を確認すれば事前にこの経営危機を確認することができました。ペッパーフードサービスが運営するいきなりステーキは数年前まで飛ぶ鳥を落とす勢いで業績を拡大していました。しかし2019年12月には大幅に赤字に転落しているんですね。さらに現在は新型コロナウイルスが大打撃となっています。まずはペッパーフードサービスの決算データを見ていきましょう。こちら売上高と営業利益の推移になります。2013年売上高56億であったものが2017年には362億、そして2018年には635億にまで拡大しています。しかし2019年を確認すると675億と2018年からのこの成長が鈍化していることが確認できますよね。そして2019年には営業利益赤字に転落しています。こちら当期純利益も含めた決算の数字になりますが、2019年12月期に当期純利益27億の大幅な赤字に転落しています。この背景にはですね、店舗を急拡大させたことによって1店舗あたりの売上がこう鈍化して利益率が下がっていたというふうに言われています。こちらがペッパーフードサービスの店舗数の推移になります。青色がいきなりステーキだけ、そしてオレンジ色がペッパーフードサービスが運営している全体の店舗数になります。全体はペッパーランチ、いきなりステーキ、そしてレストランが含まれています。さあこちらを見ていきますと、いきなりステーキは2017年の188店舗から2018年には387店舗に急拡大しています。そしてペッパーフードサービスが運営している全体の店舗数はですね、2017年に655店舗に達しています。実は飲食店600店の壁というものがあるんですね。チェーン店の出店には600店舗にかけてこうじっくりと店舗数を拡大していけばいいんですけれども、急拡大すると同じチェーン店舗の店舗同士でお客様をこう取り合ってしまうようなことが起きて事業がストップする傾向があるんですね。この600店舗の壁を越えて大きく成長するこの手前でつまずく企業が非常に多いんです。この手前でつまずいてしまえば事業規模を縮小することが必要になってきます。600店舗の壁には過去多くの人気チェーン店が悩まされてきました。例えば居酒屋ワタミを運営するワタミグループは2014年に系列店舗で最大約650店舗を誇りましたが、2019年には499店舗にちょっと店舗数を落としているんですね。また居酒屋鳥貴族も2018年11月に679店舗に拡大しましたが、その後少し店舗数を縮小しています。実際ペッパーフードサービスはその600店舗の境目を危惧するかのように株価も2017年10月をピークに下落していっています。ただ単に600店舗という数字に達したからだから株が売られたというそういうわけではないんですね。あまりにもそれだけだとこう悲しすぎますよね。ではマーケット投資家は何をどの点を見ていたのか皆さんと見ていきたいと思います。実際に投資家の目線で決算書のどこを見ればよいのか具体的な内容に入る前に参考までに他のチェーン店舗の状況を確認しておきましょう。7月14日時点のコメダホールディングスの IR 資料になります。コメダホールディングスの店舗数は現在925店舗になります。コメダホールディングスの業績は今安定していますので600店舗の壁はまあ優に超えているということです。そして今視点は海外に向かっているのがコメダホールディングスです。そして串カツ田中7月15日の決算資料になります。こちらまだですね292店舗です。今はコロナ禍もあってフランチャイズの店舗数を控えていますが、まだ店舗拡大には拡大余地がありそうですね。では実際にペッパーフードサービスの業績悪化決算書のどこに現れていたのか見ていきましょう。ライズアップグループの動画でも見ましたが、
やはりキャッシュフロー計算書になります。こちらキャッシュフロー計算書の年度推移なんですけれども、マネックス証券の銘柄スカーターを用いています。以前キャッシュフロー計算書だけの動画を作りましたが、見方としては実際に優良企業のキャッシュフローは営業キャッシュフロープラス投資キャッシュフローマイナス、財務キャッシュフローマイナスなんですね。そして積極投資企業は営業キャッシュフロープラス投資キャッシュフローマイナス、財務キャッシュフロープラスなんです。そしてペッパーフードサービスのキャッシュフロー計算書を見ますと、財務キャッシュフローがプラスなんですよね。さらには2017年12月時点で5期連続の財務キャッシュフロープラスというふうになってきていて、このあたり皆さんキャッシュフローの見極めポイントを学べばちょっとおかしいなって察知できますよね。さらには2016年12月期はですね、3億円だったものが2017年12月にはですね、財務キャッシュフローが12億円と急拡大しています。ここで違和感を感じますよね。この財務キャッシュフローがプラスで数字が拡大していることは何を意味しているかというと、借金を増やしているということが確認できるんですね。借入れが多いということです。では実際にこちらもマネックス証券の銘柄スカートを用いて、有利子負債そして自己資本比率の推移を確認していきましょう。実際債務有利子負債の拡大が確認できます。こちら有利子負債の欄を確認していきます。2016年には14億円だったものが2017年12月には25億、2018年52億、2019年82億というふうに拡大していってそれに伴って自己資本比率も低下していっています。2016年 30%、 17年 26%、 18年 13%、 そして19年には 2% にまで低下しているんですね。こちら 2% 一歩間違えれば債務超過に転落するほどにまで低下しています。以前の動画で借金は悪いものでは必ずしもありません。企業の成長にとって必要な側面があるとお伝えしましたが、やはり急な借金であるとか借金の急拡大というものは企業に無理を強いていることになるんですね。2019年12月期に27億の赤字に転落する前にですね、いろいろ決算書からメッセージがあったことが分かりますよね。まずは財務キャッシュフローの複数年度にわたるプラス継続、そして不可解な金額の拡大、有利子負債の金額の増加、自己資本比率の低下です。こういったサインが出ていることが確認できます。株価が2017年10月にピークアウトしていることから、投資家はきっちりとこのあたりを確認していることがわかります。違いがわかる投資家になりたいものですね。企業も生き物のようにいきなり大きく成長することは難しく、無理のない形での成長が求められています。それゆえに企業の成長は儚くも美しいものに私には映ります。前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方はぜひいいねボタンとチャンネル登録、そして通知ボタンをよろしくお願いいたします。これからも金融市場株式投資の情報を配信していきます。皆様からのコメントやご意見お待ちしております。これからも応援どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。